日本共産党の笠井明です。ロードマップ等で合意をされた在沖縄米海兵隊の一部をグアムに移転するようになったのは、米国の世界戦略の地球規模での米軍配備の見直し GPR に基づいて、米側の提案で決まったものであります。そこで中曽根大臣に冒頭伺いますが、この協定の全文ではそれをですね、こう述べております。グアムが合衆国海兵隊部隊の前方での駐留のために重要であって、その駐留がアジア太平洋地域における米国の約束に保証を与えると。そして同時にこの地域における抑止力を強化するものであると、こう謳っているわけであります。つまりこのことについて日米両政府が協定の中で共通認識に立っていることを表明しているということだと思います。そこで大臣、今回の海兵隊のグアムへの移転によって、米戦略上抑止力がどう強化されるか、具体的にどのような効果が期待できると協定交渉締結にあたって米側は説明をしているんでしょうか。お答えください。梅本北米局長。だって締結したのだってあれでしょう、大臣ですよ。お答え申し上げます。この協定全文にございますのは、グアムにおける米海兵隊の駐留がアジア太平洋地域における安全保障上の米国のコミットメントに保証を与え、かつアジア太平洋地域における抑止力を強化するものになるとの米海兵隊部隊のグアム駐留の意義にかかる我が国および米国の認識を述べたものでございます。でこれはすでに、世界規模で行われている米軍再編、特にそれのアジア太平洋において行われます米軍再編と相まってですね、米海兵隊部隊のグアム駐留が実現することにより、アジア太平洋地域における米国の抑止力がより高まるであろうという日米両政府の見通しを明らかにしたものでございます。委員長、締結したのは大臣ですからね。それで高まるって書いてあるって私言ってるんですよ。どう抑止力が強化される、具体的にどういうふうな効果があると米側は説明してるのかって聞いてるんですよ。同じことを繰り返してもダメです。ちゃんと答えてください。梅本北米局長。時間がないんですから。一方におきまして、海兵隊が例えば、定員ベースで8000人沖縄からグアムの方に、下がるわけでございます。他方これは米軍再編の中では、いわゆる基地の再編のみならずですね、役割任務能力というところで日米の防衛協力についてもいろいろな今後強化をしていくということが入っているわけでございます。またそれに加えまして、米国はアジア太平洋におきます米軍の再編というものも進めておりますし、また米国の能力というものも高めるというようないろいろな努力をしている、その結果の総体として抑止力が高まると、こういうことで共通の認識を持っているということでございます。委員長。笠井明君。アメリカもっと具体的に言ってるんです。昨年2008年9月15日に米海軍が米議会に行ったグアムに関する計画進捗報告ではこう言ってます。第三海兵遠征軍は沖縄、グアム、ハワイに基本的な戦力を集中しつつ、バランスの取れた能力を提供する。さまざまな場所で演習をすることによって、分散された第三海兵遠征軍の各部門の総合運用性を維持をすると。遠征軍の指揮部門はグアムに移転するが、兵站支援ハブは沖縄に残すと、こう明記しているわけでありまして、要するに米軍事戦略にとって効果的で都合がいいと。そのニーズに対応するために日本が貢献すると、いろいろありましたけど、いかなる名目であろうとですね、米側が強化すると言っているものに日本が出すと、そのための協定だということであります。そこで先ほど来議論になっている、日本側負担の真水事業の一つである独身大社の建設計画ですが、この防衛省が提出した、私が求めてようやく出たやつですけれども、基本構想の報告書の17ページ、まさに該当の議論の部分ですが、独身貸し館用大社、4階建てコンクリート造り、これも最初は炭塗りでした、これを丸々を炭で塗ってあって建設すると、炭塗りで消されている箇所があるわけです。この棟数、棟数を隠す必要はどうあるのかという質問に対して、米側は非公表を前提にしていると、で交渉のこともあるんだという話もありましたけれども、私、一つ紹介したいんですが、先ほど今述べました、米海軍が、去年9月に米議会に提出したグアムに関する計画進捗報告というのがここにあります。ここにあります。
これ見ますと、グアムの移転に伴う海兵隊の施設要件として、家族住宅3520戸のほかに、独身貸し館用隊舎3400室、書いてあります。独身将校用官舎400室、ここにこう明記されているわけです。ここまで言ってるじゃないですか。アメリカが議会に、海軍が議会に報告してるんですよ。なんで隠すんですか。梅本北米局長。お答え申し上げます。昨年9月15日付で、米海軍省より米議会国防省関係関連委員会等に対しまして、グアムのための国防省による計画策定作業に係る報告書が提出された旨、米側から説明を受けておるところでございます。で、グアムに移転する在沖縄海兵隊部隊の詳細は、現在、米側で検討中というふうに承知をしております。まあ、これ、米側からは、この報告書に記載されている部隊、人数等は、まだ概念的な段階のものであり、今後変更がありうると、そういうあくまでも中間的なものであるという説明を受けているところでございます。委員長、笠井明君。それにしたってこういう数字出してるわけですよ、海軍が議会に対してね。中曽根大臣、私は4月3日の質疑の際に、米軍がホームページで公表している資料でさえ、この基本構想報告書では隅にしていると、隠しているという防衛省の姿勢を厳しく指摘をして、大臣もそれは大変失礼があったと思うと答弁されましたけど、私、これ、失礼どころの話じゃないと思うんです。米軍がですよ、米議会には明らかにしている、概念的と言いましたけど、そういう数字としては出しているわけです。そしてこれ、浜田防衛大臣も去年、この内容は承知していると言ってた。ところが防衛省は、日本の国会にはこういう問題について隠していると。これまさに国会グロスローンじゃないですか、大臣。これ大臣基本認識聞きたいと思いますが、どうですか。大臣です。大臣の認識聞きますよ。大臣。先に高見沢防衛政策局長。早くしてください。時間があるんですから。お答えいたします。まず先ほど先生からご指摘がありました17ページの資料でございますけれども、私どもも基本的に必要なデータを出すということでほとんどお出ししているわけでございますけれども、今の数字についてはですね、米側の方の見積もりであるということでございますので、今回の私どもの中では出しておりません。で、一方報告書、先生がご指摘になりました報告書は、そのまさに 現在米側で検討中の内容ということでございまして、でそのものは今後も変わりうるということでございます。それでしからば我々としてこういった現在検討している内容についてですね、米側の方から非公表を前提にし、しかも今後変わりうるというようなことで説明を受けているものでございますので、そういう意味で今回公表を差し控えさせていただいているということで、今回公表とかいう話じゃないですよ。だってこういう問題散々議論になっているのに、そういう中間的ないろんな検討材料だって米海軍は議会に報告しているわけですよ。ところが防衛省はずっと言うまでだってこういうスミレになって出さなかったわけですよ。それで結局国会に対しては何も報告しないわけですよ。それで通せって話ですよ。これあまりにひどいじゃないですか。大臣、これいかがですか。端的にいいことなのか悪いことなのか。外務大臣。基本的には公開できるものは公開すべきと考えておりますけれども、この資料につきましては、不開示部分につきましては、先ほどもご質問がありましたけれども、米側から非公表を前提に入手をした、そういう情報であります。そういうことからやはり米側の調達と今後問題が生じるそういう恐れもあるということから、これは米国の国内法上で保護されるべきものとされているものでありますし、また今後の日米協議で日本側がしかるべく主張をしていくための情報でもありまして、これも公表すれば今後の日米交渉における日本側の立場に影響を及ぼすと、そういう恐れもあるものであると理解をしておりまして、いずれにいたしましてもこれは交渉ごとでもありますので、そういう点はご理解いただきたいと思います。また今後ですね、所要経費につきましては我が国政府自身が適切に精査をして、国会にその都度お諮りをして、ご審議をいただきたいと考えております。委員長、笠井明君。これ本当にひどい話ですね。先ほど言ったように議会とそれから海軍あるいは
防衛省と国会、あるいは政府と国会との関係の問題を私問題にしてるんですよ。いろんな経過の中あったって、アメリカの中ではそういう形でやってるわけですから、委員長ね、これ私この報告書を見ますと、米海軍からアメリカの下院の軍事委員長宛てのこういう手紙が書いてあって、サインがあって、それちゃんと提出されてる報告書なんですよ。この協定に関わって、委員長のところに防衛省からそういう類のこういうものが進んでます、進捗状況という報告書ありましたか。この基本構想の問題だって、私が質問してようやくですね、出てきた、しかもスミルで、それも出せるものでも出さないでやってきたわけですから、これはもう隠し立てしてると、国会に対して。こう言われたってね、交渉事だとかなんとかそんな話じゃないですよ。行政府と立法府の関係です。防衛省は米国の要塞がいるとか交渉中とか言って合理化してきましたけれども、米軍が米議会に出したものを、あるいはそういう類の数字、あるいはどういうものなのかということについても、日本で国会に出せないはずがありません。家族住宅は3500戸って言ってるわけです。こんな軍事機密でも何でもないわけでしょ。委員長ね、これおかしいと思いませんか。きちっと出させてくださいよ、これ。今後、行政府より当委員会に必要な資料の提出を求めることとし、その内容につきましては、理事会で協議させていただきたいと思います。今後で言ったって、今日終わろうというわけでしょ。これ明らかにしないと協定通すって言うんですよ。ダメです、これじゃあ。ダメですよ。おかしいじゃないですか、だって。高見沢防衛政策局長。なんとかあるか言えばいいじゃないですか。それも言わないっておかしいじゃないですか。お答えいたします。家族住宅の戸数につきましては最大で3500戸ということを前提にして、なこと分かってますよ。いろんなスキームもやるということを申し上げているところでございますし、いずれにしましても今回現実に米側に担当者を派遣して、私も週末アメリカの国防省の担当者を呼んでですね、このできるだけ資料の公開ということで国会の審議に資するためということで我々もずっと調整をいたしまして、である意味米側 の部分で、必ずしも責任ないところ、我々のところで判断で出せるものはお出しをしておりますし、米側とのこれからの信頼関係ということもありますので、その中で最大限のものを出しております。ただ先生がご指摘になりましたようにですね、かつても例えば我々が相手のデータだと思っているものがホームページに載っていてですね、いろんな精査をしてその結果お出ししたようなものもありますので、それはきちっとした対応をしてまいりたいと。我々としてはいずれにしても米議会で完全にオープンになっているようなものがですね、日本の国会に対してお出しできないと、そういったことはそれは許されないと思っておりますので、そこはきちっと対応してまいりたいと。個別にその点がどういうふうになっているかということについてはしばらくお時間をいただきたいと思います。笠井明君。納得できませんね。米側との信頼関係ばっかりじゃないですか。国会への信頼関係どうなってるんですか。これで言ってないです、承認しようなんてとんでもないですよ。もう同じこと言ってしょうがないから、これじゃダメです、委員長、ちょっと。本当ダメですよ、これじゃ。前提問題でしょ、だって。こんなことさ。米軍がだってアメリカの議会にやってることぐらいどうして言えないのよ。ダメですよ、そんなの。時間もったいない。同じこと言うんだったら。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。米国の議会にはですね、米国のいろんなやり方で例えば部外に出さないというようなことでいろんな説明を聴取してやるようなセッションというのもあるように聞いておりますし、またその成果を踏まえて概要について公表したりというようなことがあるかと思っております。ただ一方、私どもが米側からいろんなデータをもらってやる場合にその公表しないというようなことを前提になっているわけですけれども、その後事情が変わったりすればそれは対応しているわけでございます。我々もこの今回のデータがですね、今後いろいろ交渉が済んだりですねしたらやっていくということは申し上げているということです。だってこれ金出すのはここで結局国会で予算出してって話ですよ。だってね、米国の議会のやり方あるっていうけど日本の議会だってあるんです。必要な時にはね、理事限りとか委員長とかあるんですよ。そういうやり方さんざん金融問題だってやってきたんだ。ちょっと止めてください。これこんなんじゃ同じことやりたいとダメだから、ダメですよ。こんなんじゃちょっと止めてください、委員長。早期止めてください。お答えいたします。私どもとしてはですね、米側からいろんな得ている情報の中で、例えばその部屋がどういう
数であるか、あるいはどれぐらいの胸の立て方をしたいかというようなことは当然聞いております。でその中で我々としてまさに税金を使うわけですから、本当にこれだけの数がいるのかと、階級別に見てですね、これだけの広さのものが必要なのかとか、あるいは胸の立て方としてですね、例えばいっぺんに高いものを立てた方がいいのか、あるいはいくつもの胸に分けて低く立てているけれども、それは集約した方がコストが下がるのではないかとか、そういったことは当然考えてやっていきたいというふうに思っておりますし、ここの3400という数字は部屋の数でございますけれども、そしてまた家族も含めますと3520というようなことが書いてあるわけでございますけれども、そういったことを前提にしながら私どもとしてはできるだけ効率的で合理的な水準というものを米側と厳しくやっているということでご理解をいただきたいと思います。国会だって判断しなきゃいけないんですよ、こういう協定を承認するかどうかにあたって。国会に対するね、やっぱりあまりに不誠実な態度をね、防衛省取ってると言わざるを得ないと思うんです。じゃあ聞きますけどね、この独身貸し館用の大社を作ったけれども、空き部屋が出た場合にどうするかということです。この間、議論があったように、グアム移転で実際には8000人が行かない場合、空き部屋が出てまいります。そこに沖縄以外からの海兵隊の独身貸し館が入ることはありませんか。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。これも従来から国会で議論があるところでございますけれども、私どもとしてはですね、そういった大社の規模あるいは家族住宅の規模について、すでにこれまで出ているような数字を当然の前提としてそれをやるというようなことではなくてですね、まさにどんな部隊が移動するのだと、そういったこと、それから家族構成なりその隊員の階級構成がどうかということで、まさにその移転、沖縄在沖米海兵隊の移転に伴う、まさに定員がいろいろ変更されるということに伴ってですね、必要になる部分というものに限って、まあ、水の支出を行うということでございますので、そのまさに定員の枠組みというものを前提にしてですね、考えていると、あくまでもそういった定員の枠組みが変わるということに伴って必要となる対社を整備をしているということで、そういう所要に基づいて整備をするものだということでご理解いただきたい。何言ってるんですか。ダメです、真水の話でやるんですよ、これ立てるんですからね。米側は将来グアムを現在の3倍と2万1000人増強すると計画今持ってます。そうするとですね、いろんな可能性があるわけです。しかも私指摘したいのは、さっき部屋数と言いました、このアメリカの資料もあるのは3400室というふうに言われましたけれども、例えば思いやり予算で国内でですよ、佐世保で2002年に作ったこれ貸し館用のですね、独身貸し館用の大社というのが大規模になります。鉄筋コンクリート8階建てで400室で、建設費は約30億円で、これ各室は2人部屋で約41平方メートルの広さで、浴室と隔離が備わっていると、お前予算で作ってますよ、例えばこういうのね。だから独身貸し館というと部屋数っていうと1人かと思うんですが、2人部屋っていうのがあるわけですよ。そうするとまたバッとこれが膨らむわけです。それで米軍がこれからグアム増強するというふうになると、米本土からもハワイからも来ます。で沖縄からはさっきもあったみたいに8000来るかと思えばそれ以下で空いちゃうと、作ってもこうなった場合に沖縄からの移転のしてくるようなその独身貸し館はこれは入れないと、真水でやってんだから、そう確認してるんですか、はっきり。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。現実にですね、大社あるいは家族住宅といったようなことを考えます場合に、日米の違いというのを当然考えなければいけないと思います。それは生活形態もございますし、生活習慣もございます。それから私どもとしては、沖縄にいる海兵隊がガムに移ってもらうということですから、まさに安心して任務に専念できるような環境を整備するということも前提になるわけでございますので、そういう意味でこれまでも統一的な米国の基準というものを考慮してきながらやってきたわけでございます。それで報告書においては UFC 基準というのを、一つの独自の過程ということで置いておりますけれども、これは一つの参考でございまして、我々としては今後とも十分に精査していきたい。で日本の大社あるいはの整備におきましてもですね、米国の基準にその通り従ってやっているということではございませんで、いろいろな工夫をしながらやっていると。ただ我々として大事なのは、アメリカのいろんな基準がある中でですね、それにやっぱりを考えていかなければいけないと。日本だけの基準でやっていくわけにはいかないと思いますし、ガムにおきましても実際の住宅
一般の隊員が借りているような住宅というものも現実にあるわけでございまして、そういったものとのバランスというものも考えていかなければいけないという点はご理解をいただきたいと思います。笠井明君、時間の無駄です。私の質問に答えてないよ。止めてください。ダメですよ。委員長ちゃんとやってくださいよ。もったいないよ。だって時間があるのに何一つ答えてないですよ今。高見沢防衛政策局長。ダメですよ。ちょっと本当にこれ時間こんなんで私どんどん時間過ぎちゃうじゃない。ダメですよ、こんなんじゃ本当に。時間もったいないしょうがない、本当に。稼いでんじゃない、時間。高見沢防衛政策局長。余計なことばっかり言ってるじゃない。ダメですよ、委員長、これ。速記止めてください。速記起こしてください。お答えいたします。私どもが今回、隊舎を整備しようとしますのは、まさに沖縄から、沖縄におりますその定員の枠組みの変更に伴って必要となる所要に対応するためのものを精査して、それに対して、所要を整備するということでございます。誰が入るんですか。まだ答えてないですよ。ですから、現在のですね、海兵隊の枠組みでやっておりますので、現在海兵隊 の、 その沖縄に所在する定員の枠組みの中でいる部隊が現在すべて沖縄にいるわけではございませんので、まさに沖縄の海兵隊の定員を変更すると、そういう改変が行われる中で必要となる隊舎というものを整備していくということでございます。委員長、笠井明君、作ったものが余ってて、部屋が米軍増強で海兵隊がグアムに来たときに沖縄からだけじゃなくってアメリカ本土ハワイから来てもそれは入れませんよとはっきり確認してるのかって聞いてるんですよ。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。先ほど来申し上げておりますように、この事業はですね、沖縄の海兵隊だから答えてください。ちゃんと入れるのか入れないのかって。ですから大佐について申し上げれば、空きがあるということはですね、いろんな摩擦的に発生するものがございますし、また例えばガムに行ってた部隊がですね、どこかに展開した場合、それは日本でも同じでございますけれども、大佐にはいなくなるわけでございますので、あくまでも沖縄の海兵隊というものをガムに移転した場合のその枠組みの中で考えていると。それで具体的なその住む住まないということについて言えばですね、それは部隊が展開している間はその部分というのは空きになることはあるわけでございますから、それをもってですね、そういった大佐の整備がおかしいというようなことにはならないということで、展開している場合言ってんじゃないんです。空きがあって住む人がいないときには他から入れないってことははっきり言えないのかどうかですよ。そこですよ。高見沢、それはアメリカと確認してるかってこと、何回同じこと聞くんですか、言われてるんですか。ダメですよ。お答えいたします。私どもが整備を分担をする大社というものがロードマップの趣旨あるいはこの協定の趣旨にのっとって運営されるというのは当然のことだと考えております。委員長、よそから来た海兵隊は入らないんですか。入るんですか。そこははっきり答えてください。入れないのかどうか。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。具体的なケースで言えばですね、沖縄に今いる人でない人で海兵隊の沖縄の定員の枠組みでいる人がですね、そちらの方に移っていくということはありますけれども、それはまさに協定なりロードマップの趣旨に載っていたことだというふうに考えております。だからそれ以外はないというふうにはっきりと確認してるのかということですよ。沖縄にいる人じゃなくて、高見沢防衛沖縄に席がないけれども米本土やハワイにいる米海兵隊が空いてるからといってそこに住むことは絶対ありませんねとアメリカと確認してるかって聞いてるんですよ。ですから私どもとしてはまさにその隊舎の整備というのがこの協定の趣旨にのっとって運営されるように、そこは米側ときっちり確認をしているところでございます。だから笠井明君、だから数を言わなきゃ変わらないんです。じゃあ今じゃないと言えるのかって、はっきりないと言ってくださいよ。じゃあそれ以外はですから、私はその隊舎の整備の考え方ということを申し上げているのでありまして、具体的にその隊舎の上についてですね、いちいちその沖縄にいる人だけしかそこに入れないと、要するに今沖縄にいる人でないとその隊舎に行かないというようなことではないというふうに理解をしているものですから、もしそういうふうに申し上げて、止めてください。大変だよ。それじゃ大変だよ。それじゃ大変だよ。沖縄にいる人起こしてください。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。
先ほど来申し上げておりますように、その1万8000人という定員の枠組みに伴ってですね、ガムにの大社に住む人というのは沖縄から来る場合もあれば、それ以外の地域から来るということはあると思いますけれども、あくまでも基本的な考え方はその定員の枠組みに沿って行われるということでございます。で、他方 そういった大社がその要員が他の地域に展開している間に空きがあるというような場合にですね、その運用をどうするかということの細部につきまして、例えば他の関係部隊が一切入ってはいけないというようなことを条件にするとか、そういった議論にはまだ立ち至っておりませんけれども、本日の議論を踏まえて適切に対処してまいりたいというふうに考えております。笠井明君、要するに他から来ることはあるということですよ。こんな不誠実な態度で、ね、数字も出さずにまだ他に何があるのかというふうに、ね、みんな思いますよ。これこのまま終局採決するのはありえないと私申し上げたいと思います。協定の第3条ですが、移転は普天間飛行場の代替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展にかかっていると、このようにして、日本国政府は代替施設を完成する意図を有すると宣言しております。つまりこの協定によって、日本政府はグアム移転に伴うということをもってして、少なくとも28億米ドルを真水で財政支出するとともに、代替施設を完成する意図を実現するために、財政支出は必要なことをやるということを、協定の中で表明したということであります。一体そのために、いくらかかると見積もっているんでしょうか、代替施設。井上地方協力局長。お答えを申し上げます。細部の部分につきまして、米側とさまざま調整を行っている段階でございまして、明確なことを申し上げることは困難でございますけれども、大雑把に、見積もりまして、少なくとも3500億円以上の経費を要するものだというふうに私ども今推算をしているところでございます。笠井明君。少なくともという話がありましたけれども、要するに今回の協定で意図を明示して、政府でとしてちゃんとして、ちゃんとやるつもりだと、政治的宣言をした以上ですね、意思を宣言した以上、これは少なくともということですが、いくらかかろうと出すということになってまいります。協定承認をもって、それを国会も承認したということになってしまうわけですね、これ大臣。そういうことでよろしいわけですか。梅本北米局長。累次お答えしておりますとおり、この協定はロードマップのうちの、その沖縄海兵隊のグアム移転、その真水事業にかかる部分について、権利義務を設定するものでございます。従いまして、普天間移設返還につきましてですね、新たな権利義務関係を何ら設定しているものではございません。したがって、この条約の義務として、この協定の義務としてですね、そういう支出を約束するというような性格のものでは全くないということでございます。委員長、義務は出なくても意思を完成する意図を明確にして、それを実現するために今度は政府やらなきゃいけなくなるわけです。これはアメリカに対して協定で言ってるわけですから。これだけの景気悪化、財政が大変な真っ最中に、グアム沖縄の新基地建設に合わせたら超を超えるという単位でですね、日本が出すという協定に署名をしたこの時期ですよ。とりわけ大臣の責任重大だと思います。それを金額はブランクしたままですね、承認せよと、国会承認条約でお墨付きを与えるということはおよそ断じて許されないと思います。米戦略によれば、こうやって出来上がる強化されたグアム基地、最新鋭の代替基地を含むですね、沖縄そしてハワイなどの間で、米海兵隊がそれこそ戦略的機動性を持って縦横無尽に訓練作戦展開できると、そのために海兵隊などを必要にして移動させるために不可欠なのが輸送手段でありますが、そこで聞きますけれども、2プラス2の合意の中でも検討していく分野として、高速輸送艦という能力を高めていくということが言われております。この高速輸送艦の導入について、日米間では現在どんな検討がされているんですか。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。突然のご質問でございますので、ちょっと簡単にご説明させていただきたいと思いますが、いわゆる HSV ハイスピードベッセルというのは、大量のものをですね、短期間
かなり早い段スピードで運べるということで非常に有用な装備という面もございます。一方これを兵素から維持していくということになりますとなかなかお金もかかるというようなことで民間の会社がこれをやってそのリースをするというような形もございますし調達をするというような形もございます。でそういった一般的な傾向ございますけれども現在日米間におきましてこの、高速輸送船についてですね具体的な協議が進展しているというような状況ではございません。委員長、笠井明君。そういうことが大事だということは合意していると。日本が基盤整備を行うアプラ港にはグアム沖縄間を移動できるこの HSV がですね接岸できる能力も有することになりますか。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。アプラ港にはですね日本が関係している基盤整備の部分とアメリカが全体として整備する部分がございますのでそういう意味で言えばかなり米側の整備する部分も含めますればいろんな機能を持った港というものを整備するという構想であるというふうに考えております。笠井明君。否定しないということです。防衛省が4月1日に沖縄県に示した5000ページ超えるアセスの準備書の中に飛行場の所限等という記載があって船舶を接岸できる船橋を建設することになっております。この桟橋について9日南部委員会では使用する船舶は限定されていないと答弁しておりますけれどもこの桟橋はこの HSV が接岸できる能力を持っていると考えていいですか。高見沢防衛政策局長。お答えいたします。継船機能付きの護岸の整備の関係のご質問でございますけれども、この整備は代替施設の基地機能を最低限維持するために何が必要かということで整備をするものでございましてで修理が必要な航空機を代替施設から直接船舶で輸送することができるような継船機能の護岸ということでございますのであくまでもそういった目的に沿ったものだということでご理解いただきたいと思います。委員長、笠井明君。能力あるかないか聞いてるんです。高見沢防衛政策局長。結果として、はい、このですね、施設はですね、貨物の大きさ、がその例えば、特大のものですと縦17メートル50とか横が 5.6 メートルとか高さが 5.5 メートルというようなものはですね、なかなか輸送ではできない陸路の輸送ではできないということでやっておりますので、まあ、そういう前提の中で その、輸送能力をもができるような継船機能ができるような護岸ということでやっているものでございますのでできるかできないかだから能力あるかないか。そこはですね今突然のあれでございますのでHSV の中にもいろんなものがあるかと思いますしここでちょっとすぐ今先生のご質問にですね、断定的にお答えするのはちょっと控えさせていただきそこは調べさせていただきます。物によってはできるということでありましてまさにこれ本当にね米軍が先制攻撃戦略のために重視している最新鋭の装備で時速80キロ以上の速度で兵員1000人以上ヘリ8機物資4000トンを一度に運んでグアムには2日間で行けるというものでありましてイラク戦争でも兵員弾薬資材を運搬することに使われたんです。今これ高いからっつって在日米軍これ沖縄の海兵隊オーストラリアの民間から借りてるとチャーターしてるって話ですけれども結局そういう形も含めて日米の合意の中でこれが大事だと言ってるその中で日本が買わないとも言わないということでなりますとですねアジア太平洋に展開するそういうグアム、沖縄、ハワイなどこういう強化した中でそういうことについても自衛隊が米軍の足となってですね肩代わりして輸送も保管することの可能性もあるわけです。協定によってここにもですね財政負担が拡大する恐れがあるとこれやればやるほど際限がないということでありまして到底これで終われないと私に強く申し上げてとりあえずの今日の質問を終わります。